たいと思います。民主党の本郷孝明さんです。よろしくお願いします。こんばんは。大勢いますね。台風は大丈夫でしたか？ちょっと心配しましたけど、なんとかね、雨も、そこまでは持ってるし、本当に多くの若い人たちが集まってるんで、まあ、16年ほど政治家やってるんですけど、珍しくちょっとドキドキするね。嬉しいという気持ちと、我々の責任が重いなという気持ちと、本当に行き交じったような気持ちですけど、本当に集まってくれてありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。はい、ちゃんとやるよ。もう法案の中身を細かく説明をするのはやめようと思います。現場です。今日我々は衆議院を突破されました。はい、すいません。この法案の中身は日本の自衛でなくても他国の戦争に日本が参加をするというものです。それだけじゃありません。鳥越さんも言ってくれました。世界中でいろんな戦争が起こる。アメリカが戦争を起こすことになる。そういうことがある。そういったものに後方支援という名前はついているけれども、これは日本が戦争を参加をするということじゃないですか。皆さん、認めることができないんです。皆さんにも分かってもらいたいことがある。私は政治家としてこの国の自衛をやっていかなければならない。例えば尖閣諸島のような島を守るために自衛隊の皆さんには頑張ってもらわなければならないので、領域警備法という法律を国会に提出をしています。ぜひ分かってもらいたいのは、そういう万が一のことに備えて頑張って努力をしている自衛隊の皆さんがいることは、ぜひとも若い皆さんにその点は分かってもらいたい。しかし近くについては現実的にやらなければならないけれども、遠くについては我が国は軍事的な関与はしない。人道復興支援についてはやるけれども、戦争には参加をしない。これが我々民主党の考えなんです。ここ皆さんに分かってもらいたい。今日法律が衆議院を通過をしました。昨日の委員会が最後の実質的な衆議院での審議となりました。浜田委員長はこう言った。10本まとめて出すのはちょっとどうだったんだろう。そんなことは委員会に質疑に入る前に言ってくれよ。私はそう思います。皆さんどうですか？安倍総理はこう言った。まだ国民の理解が広がっていない。ならば強行採決おかしいじゃないかという声を私は皆さんと一緒に上げていきたいと思います。皆さん力を貸してください。よろしくお願いします。私15年間国会議員やってるけども、こんな重要法案で予定通り採決をするなんてのは見たことない。いろんな矛盾が出てきたら、これまでの政権は必ず期間を延ばしていろんな議論をしてきたんです。15日の委員会採決、16日の本会議採決、皆さん予定通りやったんですよ。なんでこんなことをやったのか、私は理由が明確だと思います。審議をすればするほど矛盾点が出てきてボロボロになる。審議をすればするほど国民の支持がどんどん離れていく。だから強行採決したんじゃないですか。皆さん国民を舐めてるんですよ。そして参議院もとにかく急ぐでしょう。成立をさせたら国民はきっとこの法案のことは忘れ去って、また政権に支持が戻ると、あの官邸の主が考えていると私は思いますよ。絶対にそれは許してはならない。どうだ、民主党は本当にやんのかという厳しい声も聞こえている。我々やりますから、信じていただいて共に戦っていただきたいと思います。もう一つだけ申し上げたい。私はこの法案で一番問われているのは若い人たちの意見だと思っている。若い人たちのために我々が何をしなければならないかを考えたいというふうに思っています。皆さんご存じないかもしれないけども、今1万3000人、確かに若い人たちだけじゃない、鳥越さんを伏せる、そうだけども、特
たいことがあるので、最後にそこだけ聞いてもらいたい。ここにいるやつは2年間いるよ。毎年1万3000人から1万7000人自衛隊に新しい隊員が入ってるんです。皆さん、1万3000人から1万7000人ですよ。彼らは一生懸命頑張ってる。今は志願する人たちだけでこの自衛官を集めることができている。しかし皆さん、今は若い人はある程度いるけれども数が減ってくるんですよ。十数年後にはもう2割減少する。30年40年経つと半分になるんですよ。今でさえ自衛隊の仕事は多い。災害派遣もある、 PKO もある、国の防衛もある。そんなに数を増やして自衛官確保できるんですか。皆さん、私はここに大きな問題が出てくるというふうに考えている。徴兵制はしない、憲法違反だというふうに政権は言ってます。私はそこは絶対に一線守らなければならないと思ってますよ。解釈で変わるぞ。この間この質問をして私はものすごい不安になった。奨学金を出して、例えば自衛隊で2年間頑張ったらその後奨学金出してあげますよ、これは憲法違反ですかと問ったら、法制局の長官はそれは違憲ではないと言った。これどういう意味ですか。皆さん、今残念ながら格差が広がっている。若い人たちたくさんいるけど、皆さんの周りでもね、本当は勉強したかったけどもできなかったという人いるんじゃないですか。消費税上げたの誰だ。そうだ、そういう若者が、そういう若者が本人は希望してないかもしれないけれども、勉強するために自衛隊に入らざるを得ないような状況を私は作りたくないんですよ。そのために我々は頑張らなきゃいかん。今日は若い人たちがたくさん来てます。しかしここに来れなかった若い人たちもたくさんいるでしょう。私の娘は高校1年生です。高校生、中学生はまだなかなかこういうところに来ることができない。さらには本当にまだ生まれてない若い世代も含めて、我々はここでしっかりと未来への責任を果たすことによって、この法案を阻止をしたいと思います。最後の最後にもう一つ、本当に止める。私もそのために頑張りますよ。しかし本当に止めるためにはね、我々は作戦を考えてならないかもしれない。政権を打倒するしかない。そのためには解散総選挙を求めるしかないんですよ。そのために我々は頑張りますので、どうぞ皆さん力を貸しなさい。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。オレンジにありがとうございます。